ごほごほごほ。私が姫森商事社長の姫森ルーナである。えっへん。最終面接に残った3人、我が社に入りたいか？入りたいです。いい返事なのだね。それでは、はい、社長面談を始めたいと思います。我が社は何より情熱、すなわち、ファッションを大事にしてるのだ。これから3人には、どんな質問にも、どんな状況でも、ファッションを感じさせるように情熱的に答えてほしいのだよ。それでは、自己紹介をお願いするなら、そちらの黒い方から。私のことですね、社長。ホロライブ一期生から参りました。とにかく体当たり何でもやってみる好奇心いっぱいのアキロゼことアキロゼタールです。よろしくお願いします。うむ、いいね、パッション感じるのだよ。パッションパッション。では次、ナースのコスプレしてる方。コスプレ？ホロライブ一期生、悪魔のバーチャル保険ゆずきてこです。社長のお願い全部聞いちゃうぞ。よろしくお願いします。これはドキドキパッションを感じるのだね。あいつ秘書ポジ狙ってるな。おいおい色気使ってんじゃないよ。最後は鎧のコスプレした方どうぞ。コスプレではありません。ホロライブ3期生から参りました、白金ノエルです。いやー、こう見た目からね、もうファッションというかマッスルが感じ取れるのではないかなと思います。あー、いいですね、元気があるファッションを感じますね。ではまず志望動機の方お願いします。私の志望動機は、姫森社長の元にいて、一緒に天下を取りたいからです。よろしくお願いします。あ、いいですね、天下を取りましょう。大きい、はい、ナースの方、ルーナ社長と一緒にいろんなことをしてルーナ社長を支えたいと思い、いろんなこととは一体どんなことなんだい？例えば社長がお腹空いた、ちょっとおやつ欲しいなって思ったらたこ焼きとかを作って差し上げたり、ルーナ社長がちょっと疲れたなって思ったらマッサージとかをして差し上げたり、ルーナいいものだ。いいんですか、ノエルさん、これ許していいんですか？いや、許せないっすね。許せないよな、ですか、これ。チョコさんいいですね、なかなか。社長、ファッション感じますね。ファッションってなんだ？やっぱ姫と言ったら騎士とシナジーがありますよね。確かにそうなの。ということで、守るべきものが欲しいと思いまして、直属のもう団長になりたいなという気持ちでいます。お守り申し上げます。あ、いいね、3人ともいいですね。では次の質問いきたいと思います。今までで一番恥ずかしかった配信での失敗談は？では秋鳥さんから。つい先日配信前の待機中にミュートしていないマイクから、あ、みんなのフィギュア可愛いな、あきろぜもフィギュアなりたいなってボソボソつぶやいてたら全部ダダ漏れでした。恥ずかしかったです。でもなりたーいです。社長のところから出してください。いいね、パッション。失敗って感じしなかったけど、いいね、あきろぜくん君の答えなかなかいいよ。うん、失敗をただの失敗で終わらせないのがもっとあきろぜです。よろしくお願いします。あー、強いですね。さすがです。ではチョコくん、ASMR 中に配信にお腹の音が鳴ってしまった音です。そこからちょっと恥ずかしくて、胎児 ASMR って言って、そのままお腹にマイクを当てて、ここにルーナ様が入っていたんだよって。いや、それの方が恥ずかしくないですか？大丈夫ですか、それは。なかなかこれは、新たな試みという感じでいい答えではないかな。うん。では、ノエル君。バレンタインのおしゃべりなイベントがあって、ファンの方々とおしゃべりしたんですけど、男女人見知りでですね、でも頑張ろうと思って、とりあえず最初に来たら、あ、コンマースルーみたいな、いらっしゃいっていうの
のを心がけてたんですよ。明らかにファンの方が入ってきたんで、あ、コンマスルいらっしゃい、ありがとうって言ったら、あ、すいません、ノエルさん、あの、スタッフですって言われたのが、すごく恥ずかしかった。でも、100点満点の挨拶ができるようになったということでね、元気な挨拶を団長はしたいと思います。あー、大事だね、挨拶。スタッフさんとか関係なく。大事。どんな時でも挨拶は大事な。我が社はね、実は一発ギャグをね、大切にしている会社なんだよね。一発ギャグ？なのね、一発ギャグ？三人に一発ギャグお願いしたいね。じゃあ、チョコ行きます。はい。ルーナ様がお腹が鳴ってしまって恥ずかしがってる時に言う一言。あれ、今スバルなんかいた？ファッションは感じた。ファッションは感じた。ちょ、でも理解ができなかった。どういうことない？なんでもないです。次の方と。じゃあキロテが、はい、あの、この場の空気をカッターで切っちゃおう。あー、恥ずかしい。カッター、シャキン。次どうぞ。吹雪先輩のモノマネで、あの、この場の空気な感じをちょっと表します。いやー、白髪的に、いやー、地獄かな。地獄です。それでは合格賞で今から発表したいと思います。最終面接の合格者は、ラムがかりなかったんじゃないか。社長、全員採用しまーす。ね、ルーナのこと支えて。もしかしたらこの会社ちょっとやべえのかなってちょっと感じて、そうですね、この後ちょっと大空建設の方に。おい、ふざけんな。ライバル会社じゃねえかよ。お前どこ行こうとしてしてんだ。おい、ふざけんなよ。チョコくん入ってくれるよね。なんかチョコ一人だけ選ばれるかと思ってたけど全員なんですね。ダメなんか。え、ノエルくん、他の会社にちょっとインターンで参加してたの。なんでみんな、それで、あ、じゃあちょっとこの後3人でちょっと一杯やりに行こっか。おー、はい、じゃあ行くぞ。ありがとうございました。ありがとうございます。いい経験になりました。この動画楽しんでいただけた方は高評価、そしてホロライブ公式チャンネルと私たちのチャンネル登録もよろしくお願いします。会社入ってよ、待ってよね、待ってよ。これって社長が全部奢って